品特典会さ、全部落選出てて、チェキ会あれだね、多分用意が少ないんだろうね。外れちゃってる人めちゃめちゃいてさ、サイン会もでしょ、びっくりしちゃった。え、本当だよね、3種全部多分落選、めちゃめちゃ教えてもらっててびっくりしちゃった。3種コンプ逃した。あー、もう私が用意してあげるわ。悲しい。せっかくさ応募してくれてる人、なんかこうなるとは思わなかったよ私も。チェキ会こうなるとは。でも申し込んでくれたからありがとね。姫たんモテモテやないかい、ありがとう。やめて、私のことで争わないで。すいません、今ツールドフランスつけながらも配信しております。もうツールドフランス明日で終わりだよみんな。ちょ待って、早すぎる。あの、私が忙しくしてる間にも日にちって過ぎるのが早いのよ。びっくりしたよ。もう明日絶対最初から最後までリアタ怖い。ん、ああ大丈夫だ。タイムトライアルは絶対に見たい。まあそうだよね、終えてはないんだけどさ、もうポガチャル、もう情報は耳にしております。やべえよ、やばいです。で今日はなんだ、 UAE アシストが優勝を狙ってるみたいな、ステージ優勝を狙ってるみたいな。そんなの買えか。まあ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 楽しみ。もう最近もいろいろやることがあって全然ツール追えなかったな。追いつく。でも明日もね、朝からお仕事なんだ。空き時間アーカイブ、オンライン特典会、それだけ応募があったということだから嬉しい悲鳴だよ。そんなこと言ってくれてありがとうね。外れちゃった人多いと思うけど、外れは悔しさもあるが、それだけ応募が多くてよかったと言い聞かせてます。ごめんよ本当に、ありがとう。嬉しい、みんながこうやって応募してくれたからこうなって、こうなったからアラの姫かなんかもっと増やさないとダメなのではみたいな感じになって、またお届けするできる数が増えるので、ありがとう。いい、当選した人は決済忘れないようにね。そうだよ、こんだけさ外れちゃった人がいる中でさ、決済忘れてキャンセル分として放出してしまったらもう二度と君の手には戻らないぞ。ちなみにさ、決済の期間って覚えてる？みんな。私は知りません、教えてください、誰か詳しい方。明日のタイムトライアルで世界チャンピオンのレムコがウィンゲゴを逆転できるかが見ものですね。レムコ
明日撮るために今日はお休みみたいな言うてましたよね。どうなんだか。いやでもレムコ勝ちそうだけどな。来週の今頃は横浜で油そば食べてる予定。来週の今頃もう予定、あ、なるほど、羽田ね。楽しみましょう。羽田も楽しみだねとりあえずそれぞれ一口ずつ当選した。お、あなたたち、当選したあなたたち、これだけ欲しくても当たらなかった人がいるんですから、めちゃめちゃその人のたちの気持ちも背負って大事にしてねありがとう。光の速さで決済したナイス珍しく早々と決済しました。あら、ダメよ。23日まで、あ、23日までだって。23日、あと3日、忘れないで、もう今日やっちゃいなさいこれから決済します。えらい、今日やっちゃいなさい二度と手に入れられなくなっちゃうかもなんだぞ。ありがとう。すぐに決済したから知らないそれでいいのだ。バカボンのパパも言うておりますわ。24日って書いてあるあんたそれ絶対嘘よ。これだけの方が23日、23時59分までですって言ってるんだから。あなた、あかん、もう今日やりましょう、今日やりましょう。今日はウインクしてなかったね DMM あなたたち DMM に映ってるものが全てじゃないわ劇場に来た人のみが受け取れるウインクもあるんですわ。 DMM 民、現地に来なさい、待ってるよ。今日生まれて初めて女性アイドル生で見た。ひめたん細すぎ。ありがとう、すごい嬉しい。生まれて初めて来てくれたの劇場、またおいで、楽しかった、嬉しい。今日の公演でも姫誕祭多かった気がする。そうなんです、ありがたいことに毎回のようにたくさん振っていただいております。幸せ、出席確認楽しい。水色白色振ってくれてる人にレス配るの楽しい確かにウインクしてた。現地の人のみが発見できるウインクコーナーございます。うん、パリオリンピック楽しみだね。正直なところ全部当たると思ってなかった。あなたね、すごい運がいいんですよ。だってこんなね、熱心に応援してくださってる方も外れちゃってる人いるからかわいそう。応募してくれた全員に配ってあげたいのに。あなたは大事にしてください。運がいい人です、ね、私もこんな落選出ると思ってなかった。決済飛ばすなよ。何これ怖い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 。あ、ここちゃん推しじゃん。ちょ、待ってなんかアイスのプレゼントもらったんだけど、何？ココちゃん推し。じゃあココナちゃんにあげるわアイス。
安心して、無駄にはしない。サインと抽選当たったよ。おー、ありがとう。大事にしてね。日頃の行いを良くします日頃の行い悪くて外れたわけじゃないからねうーん、ありがとう。もう応募してくれたみんな全員ありがとう。姫たんをたくさん釣らせていただきました。うん、あんたよあんたよ、あの魚あなたね待て待て、魚あなた、うん、そこ間違えちゃあかんな。今日はセンターカメラの横の席だったので、みんなこっち向いてくれてる気になれた。あ、違うよ、みんなカメラ向いてるよ。で、私、あなたが、あなたにちゃんとレスを送ったのは私だけだよ。私のレスちゃんと受け取った？うん、他の子は虚像だよ。私があなたにちゃんとレスを送った大好き、みんな大好きなの。また来てね。てかほんと9月が楽しみすぎる。あのさ、9月のさ幕張メッセもなんか全部完売したって、ほんまで。9月の握手会の決済はちなみにオンライン特典会は23日。あ、分かった。9月もう終わったかな。やだ、みんな決済ちゃんとして他の子は虚像。はい、そうですよ。私だけがあなたにちゃんとレスを送ってます。私は誠実なレスを送ります。姫たんはポガチャルブエルタ出ると思う？え、ポガチャルなんか UAE が、あ、なんかね、ツイッターで見たんだけど、ポガチャルブエルタ出さないっていう記事を見たよ。うん、出ないらしい。もう当選したら自動決済でもいいのにねえ。それなし、めんどくさいと思うけど、決済はしてな。幕張、え、幕張の決済締め切り教えてくれよ。危ない。待て待て9月79日&9月8日幕張メッセ全完売おめでとうございます。ありがとうございます。なんか時空飛んでない9月79日パラレルワールド、パラレルワールドの姫たんも全完売おめでとうございます。でもどうせさ5時販売始まったらなんかちょこっと残ってそう。やだ決済ちゃんとしなさい。やだ。9月決済完了、ナイス、ありがとう。虚像って単語が出てくるところに姫様の知性の高さを感じる。それ逆にバカにしてない待ってよ、虚像は別にだろう。恥ずかしいよ、私は。言わないでくれよ、わざわざそんなこと。こんばんは。当たったやつを一個ずつカートに入れるのが面倒だった。何コラゾン、当たった人はごくわずかの人間なんだから。そこだったらピラニアたちがグググググって二次抽選、二次先着で取りに来るから気合入ってたよ。ツイッターでね、あの当落報告してくれたファンのみんなが二次先着頑張ろうって息巻いてたよ。あ、9月の幕張は7月25
25日まで。じゃあもう全部23日に終わらせておけば安心なんだね。あ、クレカでも自動決済じゃなかったっけ、危ねえあー、よかったね、よかったですね気づけてよかったね。握手会の決済は25日まで。多分5時あってもほとんど残っていないと思うね。だといいな。みんな飛ばすなよ決済。コラゾンはサイトの作りがいけてないよねちょっと待ってよ、そんなこと言ってやるなよでもファンの人の中でさ、あの IUX 設計みたいな、インターフェースだっけ、ユーザーインターフェースみたいな作ってる、やってる人いそうだよね。うん、うん、9月新事実、15日のお昼まで。これ勘違いしちゃいけない。23時59分っていう、23日までに終わらせておきましょうこれ姫たんとあなたたち言うびきりげんまん、嘘ついたら、嘘ついたら10枚買う、言うびきいたご褒美ですかこれは。コラゾン買い方難しい、コラゾンのシステムは旧石器時代レベルに遅れてます。そんなこと言ってやるよじゃあもうファンのみんな、なんか有志募ってさ、お問い合わせしてさ、作ってあげましょうかみたいな言ってあげて、言ってあげてよ。どない、そっか、そうなのか、私扱ったことないからな、分かってあげられないんだけどさ、みんなのめんどくささありがとよ、そんなねえ大変な思いしてありがとよ。チェキは先着待ちするぜ、ほらこういう人いるから、みんな決済忘れるなよ。ほらハイエナ、ハイエナとピラニアが陸と海、空はなんだ、ペリカンか、何でも飲み込むペリカンたち、トンビか、トンビトンビ、ハイエナ、ピラニア、陸海空狙ってるよ、気をつけてみんな決済忘れるなよ。推しの商品を改めてカートに入れるという行為、一つ一つに推しへの感謝を込めて丁寧な暮らしだ。みんなこの気持ちを忘れちゃいけないね、素晴らしい。まだ余裕ありますね。決済の日にちですか、その油断が命取り。まだ余裕ありますね、いけない、余裕なし、どこもギラついてるな。そうよ、あ、そんな大変なんだ、当選後カートに入れなきゃ。当たったやつ一個一個カートに入れて決済しなきゃいけない、どういうこと、わかんないな。決済してきたから褒めて、うーん、決済は当たり前でも申し込んでくれてありがとう決済は当たり前でも申し込んでくれてありがとうですうーん、全メンバーの中から当選した枠を探してカートに入れるってシステム。うわー、あんま
まなんかピンとこないや。なんじゃそりゃ。違うか、オンライン特典会、私一番最終日だからさ、日によって分けられてるか、チーム S の50音順違うよね、日別だよね。大変だね、頑張れ日にちごとか、そうだよね、大変だな本当やばい。コラゾンのあれね、コラゾン、もう私が言っといてあげるから、みんなコラゾンの悪口でさ、お口を染めないで。うん、私が言っとくわ、ごめんね、もう私からも謝っとくわ、許しとって、許してあげて本当コラゾンがごめんなさいね、許してあげて。あ、一つ一つ決済しないとなんだ、はい、素晴らしい、最高じゃん噛み締められるね、当選した狭き門をくぐり抜けた大事な大事な当選枠、噛み締められるね、噛み締めよ、面白い。そうなんだ。DD は大変ね。DD 大変そう。大丈夫？私で落ち着いとかない？うん。アラの姫香ちゃんで一旦落ち着いとこうよみんな。そうすればね、お金もお財布に優しく済むし。落ち着いとこうよみんな、大変じゃん申し込むのもさここいらでね、噛み締めろ当選噛み締めて、今決済しました、ナイス、行動が早い人は姫たんにモテます。多分コラゾンは何種類も同時に買われるのを想定していない作りなんでしょうねなるほどね、なるほどな。 DD まさか、まさか複数メンバー買う人なんていないでしょう。コラゾンは DD 違う、単押しシンドロームなんだろうな、コラゾン。まさか、だって推しってさ、大体一人まででしょ、言われてんぞあんたたちコラゾンにねえ、言われてます。むしろ姫たん本妻以外に買いましてる側、やったー、イエーイイエーイ、ありがとう、大切に書くよ、決済忘れないようにします。そうよ、決済忘れは意外と多いことを私は知っている3人ともちゃんとカートに入れて手続き済んだから大丈夫。え、まさか推しが3人いる人なんていないよね。だってコラゾン1人の推しに対して別に複数枚買う人なんてめったにいないからさ、だからこういう作りなんだよコラゾンって。うん、なんかたまにめんどくさいっておかしなこと言ってる人いるけど、別に推しってさ、みんな大体一人じゃない？うん、まさかまさか、決済抽選会何が当たるかなね、楽しみにしてて、抽選会一応水曜の10時はネット待機あの2次先着
ねえ、あの決済すっぽかしおバカさんか、こんなにいらねえから放流だの最低な人、うん、いるだろうから放流組ちょっと許せんな。一応なんかこんな落選出されて悲しんでる人いる中でねタン押しでも3回は繰り返さないといけないのよねあーなるほど、サイン会、抽選会、チェキ会でやばいね、最大60人 ×3 種で180コマのありえるわけで、やばいやばいやばい箱押しすぎる。もうコラゾン箱押し想定してないから、箱押し今時箱押しの人なんていないでしょうってコラゾンも思ってるだろうね幸せなことだよ箱押しって。 SKE を愛してくれてありがとう調整組いますかねいるよ、いるでしょう、この中にもいっぱい、なんかいっぱい申し込んでいっぱい当たっちゃったから放流しちゃおっかな。でもどうなんだろうね、そういう人たちっているのかな。でも大体みんなさ、なんか5枚応募して2枚当たったとか、2枚応募して2枚当たったとか、もっと多めに応募してくれてる人いるのかな、どうなんだろうね。6万超えます、オーマイガーOMG 違う、ごめんね、もうこんなまさかだったから、本当に姫たんしか買ってない。いやそうだよね、コラゾン減らしたっけ、え決済飛ばしてれば、ていうかカートに一つ一つ入れないといけないんでしょ、その時になんか枚数とかできるんじゃないの。やばい、情報いっちゃった、これで放流組が出てくる、ダメダメ、大事にして当たったやつは。10枚当たってる人とかいるんかな、見たことないけどね、うん、ここ数年というか1年ね、まつげかわいいよね今日。の人はいるよね、まあそりゃそうだよね。でも最終的に欲しい人に全員に渡れば何よりだよ、幸せだよ。応募してくれた人なんだ、あのあれだな、なんていうの、応募した人全員に当たるやつ、それだといいのにねなんでこんな争わなければありがとう。でも完売嬉しい、うん、抽選会5口申し込んだけど1口しか当選しなかったね。10枚とかいなさそう、ありがとう申し込んでくれて。うん、オンライン10枚と握手会30枚だったらどっちがいい？あのね、それ演者側がね言えることじゃないんだよな、あなたたちがのこれよ、シーソーよ、オンライン10枚か握手会30枚どっちがいいかなって。うん、大丈夫、みんなあの欲しいって思ってくれてるから申し込んでくれてるんだよね ね、ピラニアが待ち受けてますぜ、危ない、落としてはいけない
落としてはいけないよ。あ、でもさ、あれだね、あの多分カート一つ一つ入れないといけないから確認不足で漏れちゃうとかもありそうだよね、普通に。なんか義務感というか、なんかオンライン10枚か握手会30枚、どっちの方が姫たんのためになるのかなっていう考えじゃなくって、あなたがどっちを望むのか、それが大正解だよそれが健全ですよ。うん、っていうか私もそう願ってるし、そう、あの会いたいから会いに来てもらう、グッズ欲しいから抽選会申し込む、そう思って欲しいなって思ってるよ。どう？うん、そこはねバグらないでね、分かっておいてね。そうそうそう、さっき不安になって履歴確認しました不安になるね確認は大事だね。登ってます、ツールドフランス。あ、選択するとデフォルトで当選枚数、ほいやるほどな。もうアイドルを応援したことないから、うん、どっちも大変な部分あるよなって思う、申し込むとか受け取るとか歌思いというか、それが普通でしょうあれよ、自分が欲しいものを買ってほしいなって、うん、別にあなたたちのことなんて思ってないんだからねでしょ、共通認識で頼むよ、これはみんな自分が欲しい、会いたいから買う、購入する、会いに行く、それは大丈夫だよね、みんな。別にあんたたちのことなんて思ってもないんだからね頼むよ。うん、でも私は申し込んでくれてくれたのなら超最大にお返しするよって思ってますよ。会いに来てくれたら、さあ姫たん最高だったって帰ってもらいたいし、サイン届いたら一生大事にしようって思ってもらえるように最善を尽くすよ。うん、よろしくね、楽しみだな。あー、9月楽しみ。でも釣れるなよ忘れんなよ。姫たん推し、みんながいい思いしてほしいね。9月、本当に9月になってほしい、早く、うん、イエーイ。あ、そうそうそう、だからさ、
そうだ、なんて言えばいいんだろうな、言葉言語化がすごい難しいんだけど、もうこれは本当に当たり前のことを言うよ今から。これが別に話すこともないし別に欲しくもないけど、姫たん選抜になってほしい、上に上がってほしいから、欲しくないけど買う、買っちゃう。でそんなさ、そんなんさ、結果欲しくないし、なんだろうな、不満が溜まっていくと思うのよ、自分の望まない使い方をすると。うん、それが積もりに積もると、これだけしてあげたのにっていう思考に行き着くと思うんだな、人間って。これだけ思ってこれだけしてあげたのになんでって、それは多分自分が満足してないから、自分が望む使い方をできてないからなのよ。そうは思ってほしくないからそう思ってほしくないから、うん、たまにね、話すことなくなってきちゃったやって言ってきてくれる人もいるから、うん、そう思ってほしくない、私みんなに。でもこれって本当に当たり前なことなんだよ。ちょっとした認知のズレが生じてしまって起こりうることだと思うんだけど、うん、あ、そう、しかもそういう方に限ってね、選抜入りしたらもういらないよね俺、私とか勝手に言って多分いなくなっちゃう人な気がするのよ。私は選抜にも入ったことがないので、これはすごく憶測なんだけどそう、もう自分いいよねってね、この配信を見てるみんなはそうは思わないでね。うん、大丈夫大丈夫だよ。っていうか、純粋に好きでいてくれたら、私すごくいいアイドルだと自負しているので、これからも楽しい推し活ライフが待ってると思うのでよろしくお願いします。まあ何も考えずに楽しんでもらえたら私とっても幸せ、それが一番幸せね。握手券届いた、待ってる、楽しみ。ちょっとこのお話でドキッとしちゃった人は、なんだろうな、お休みするのもそれまたよしだし、あり方ちょっとだけ考えてみるのもありなんじゃないかなって思う。健全に楽しんでほしいなっていう願い、うん、それが間違ってるとも言わないけど、でもそれって苦しくないって思っちゃうなあらの姫か、推してて楽しいアイドルナンバーワンなんでよろしく。うん、よろしくお願いします。の王冠はお休みです、すいません。姫たんの王冠また来月。私言葉間違えてないかな、みんな私が思った風な受け取り方できてるかしら、してくれてるかしら。うん、まあとにかくアラの姫かは間違いないので、これからも安心して応援してください連れてくぞ、連れてくぞ高見え、覚悟してな、これからもついてきます、ついてきてな楽しみ。話したいけど話す内容がないから事故りそうで怖いはよくある。話したいけど話す内容がない、なんだろうね。でも世間話、うん、いいじゃん、任せてよ任せてくれよ。なるほどな、あ、その
それ面白いね。話したいけど話す内容がないか。ふん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 、わかるよ、なんとなくわかるよ。そう言ってくれるメンバーあんまいないかも。言わないだけで多分みんな思ってるよ大丈夫、うん、みんな思ってるけど話す機会がないわな。なんでこんな話になったんだっけ。私申し込みについてか、うん、多分全員アイドル全員思ってる。みんなに楽しんでほしいんだ、私がいい人っていうんじゃなくて。みんな思ってる。楽しみましょう。アイドルを見るのに脅迫観念ほんといらないから。ゆらりとなぎのように楽しんで。話したいこととか聞きたいことがありすぎる順を追って聞かせてよ全部。ありがとう。あ、話したいけど話す内容ない。うん、ね、わかるね。緊張しているときに話せなくなるのは許して。全然全然違う違う違う。あのね、せっかく会いに来てくれてるのに、てかたくさん枚数取ってきてくれてる人に多いかな。もう話す内容なねえわみたいな。あ、でもね、あのたくさん喋ってた中のもう話す内容なくなってきちゃったなっていうのはあるけど、まあ間違えたな。別になんだろうな、その例えがなしだったかも。忘れてせっかく来てくれたのに話す内容ねえなって言ってくる人って言っちゃったけど、別にそれでもいい。私が言いたかったのって何なんだろうな。使命感とかで、あの自分が別に使いたくもなく購入して会いに来てくれるのは違うのではっていうことで合ってるかな。うん、うん、ただ会いに会いたくて来る、あり、全然ありあー、汲み取ってもらえるかしら。でも分かったでしょ、みんなのこと信じてる。うんうんうん、あ、そう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 、使命感、あ、自分のために買ってねってこと。そう、うん、私もみんなに会いたいよ。会いたいけど自分のために買ってねそうだ、それだ、自分のためにしてください。うん、でその自分のために来てくれたことが私のためになってます。大丈夫、うん、そう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 、あーね、よかったよかったよかった、これでこれで収まったわこれで収まりました、ありがとうございます。あ、ちょっと待って、あの過激派コメント見つけたんだけど、次のシングルで姫様の部数が増えないと SKE ファンやめますちょっと待って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 くれよ、待ってくれよ、それちょっと待ってくれよ、まだ早いって早すぎるねえ、ちょっと待って、うんうん、そうだね、会いたい会いたいと思ってくれた分だけおいで、待ってます。話したいのもあるけど目の前で姫太を眺めたいのもある。眺めて、じゃあ勝手に喋ってていい、私勝手に喋ってていいですか。姫太に呼ばれた気がするから行くのは、それはよくわかんないな会いに来てくれよ、自分の意思でよ。使命感はないよ、勝手に手が勝手に手が動いちゃうのか、それはしょうがないね、もうそれしょうがないわ、うん、例外、勝手に手が動いちゃう人は例外。見つめ合って手握っててもいいよねそういう方もねたまにいらっしゃるよ。ただただ見ててもいいですかって
どうぞ見つめ合う、ありあり。まあ、そうだわな、制限時間内っていうのがね、焦るよね。自転車の話題も含めたらいくらあっても足りない。ああ、それな、楽しみ。部数の基準だけほんま毎回謎。増えてくれるといいね。幕張、9月の幕張で見せつけましょうね。決めたレーン見てると部数増えそうな気がするけど、私も思ってたの。そう、レーンいっぱい来てくださってるのにワクワクしてたんだよ、追加に行ってね。姫様、剣をポチるというルートしかありませんよかろう、進むのだ。前へ前へ。話すことないから勝手に喋ってっていうボタンないかな言ってくれれば、言ってくれればいくらでも、何でもいいの。売上順なら選抜だし。私ってそうなの？本当に？本当に？本当に？そりゃびっくりだね。そりゃ部数増えてくれないと。いやね。そうなんだ。皆さん、アラの姫か、選抜らしい売り上げ選抜らしい。ありがとう。初めて知った。マジですか。じゃあもっと自信つけないとダメだね。これこのままじゃダメだね。私ちょっと自信だけが足りなさすぎるな。なんかね、なんだろうな、それ相応のね感じが全然ないからさ、実感を得なくって闇雲に怖いのよ闇雲になんかもがいてるんだけど、そうだったの。どうにかしてほしいですねそうなんだ、ありがとう教えてくれて。頑張ろうじゃあそれに、今の私の自信それに全然見合ってないやずっとずっとね、愛よ君に愛よ僕に公演、最後列の一番端っこのままです。内面ずっと変わらず。ダメだね、頑張ります自信、自信をくれね。姫たん喋ると面白いから、喋る内容考えなくても楽しいと思ってる。嬉しい。そうなんです、私面白い女なんです。よろしく、これからも。ただ見つめてても姫たんがベラベラ喋ってそう。任せて本当本当任せて、フルスロットルね。え、次シングルどうなるんだろう。チェキ会外れてましたね。え、狭き門だったらしく。でも申し込んでくれてありがとう、ありがとね。いやー、ちょっとそっか、真実が多すぎたな。みんな本当にありがとう。どうしようもっと頑張ろう。ありがとう、本当にありがとう。
最近ひめたん見つけた同心機なんだけど、今日の配信で大好きになった。嬉しい、やった、今日配信してよかった。嬉しい、ハマっちゃえ、ありがたいですね。喋りすぎてスタッフさんから注意されるくらいひめたんサービス。前のね、愛知ね、いや違う、前の愛知スカイエキスポ、そうおしゃべり楽しんでたら、粘りすぎって私が言われちまいました。せっかく来てくれたんだからいっぱい喋りたいじゃんね。なんかありがたいわ。ひめたんもうめっちゃ頑張ってるじゃん。私頑張れてる？もうわかんない、ずっと実感を得てない、実感なし、ずっとずっとあの頃の気持ちのまま、初心のまま、初心のままでいます。私いてます、今現在初心女、初心アイドルです。初日やばいわ。ひめたん頑張るとパンクしちゃうからギア上げなくていいよ。本当？いや、わかんないな、客観視できない自分のこと、いやわからん。松井玲奈さんも後列の端っこスタートだったよ。ひめたん伝説来た、これひめたん伝説巻き起こそうぜ。メンバーが注意を受ける絵、新鮮だった。待って、見られてたんだ。もうやだ、ファンの人の前で怒るのやめてよ。ねえ、恥ずかしい、やめてよ。おもろい、早く会いたい、みんなに。あ、早く会いたいよ。握手であんな粘れる人、歴代の中で屈指です。あー、そりゃ注意されるわな。すいません、ほんと迷惑かけました。余裕が出てきたのかなって思ってた。全然余裕ないよ。まだまだ、何をしたらいいかなって、今ねすっごい新たに考えてることいっぱいあるんだ。みんながワクワクすること。止まんねえぜ、本当に止まんねえぜ。いやー、でもな、そうやって言ってくれるみんながいてくれてよかった。言ってもらえてなかったら気づかないまんま多分朽ちていたわ。私、教えてくれてありがとう。こうやってなんかいろいろ毎回さ、教えてくれる今の自分をレンズに映してくれるみんながいるからね。それで今自分の現状を知るんだな、私は。で、今すごくすごく好調なことに気がつきます。ありがとう。まあ調子には乗らず、コツコツと今応援してくれてる皆さんのことを大事にして突っ張りしろうと思います。ひめたんはしぶといから大丈夫だ。しぶといぞ私は。ねえ、しぶとい上にしぶといし、しつこい。いやー、ひめたんの王冠次いつかな。ひめたんの王冠ね、次来月になっちゃうかも。待っててね、ありがとね。いや、ほんと忙しくさせてもらってますわ。なんか
みんなに言えないのが苦しいぜこんなに忙しいのに。まあまあ後々楽しんでもらえることでしょう。私も楽しいけど、楽しいけど、なかなかね自分の時間が作りづらい。体調に気をつけてください、お互いね。気をつけよう。ひめたんが何を見せてくれるか楽しみです。みんな泣いちゃうぜ楽しすぎてね。頑張ってると思う？本当？私何やれてるかな。でもこんなねみんなも一緒になんか盛り上げてくれてるから多分ね頑張れてるんだろうな私。本当いやみんなだな、みんなのおかげだわな。全部気づくのも頑張れるのも。ありがとうだよ。やばい1時間経過。では寝ます。明日は朝早い。寝ます。寝ましょう。皆さんも土曜日だけど夜更かしはしません。みんなも夜更かししない。でもツールドフランス見たい。明日こそしっかり見ます。すいません、ポガチェル、すいません。君は素晴らしい選手だ。ツールドフランスおもろいです。ブエルタも楽しみです。ほいではおやすみなさい。またね。羽田も待ってますね。ありがとね。明日羽田の座席発見なんだ。ツールドフランス見れるの今だけやでやめろわーやめてくれ、誘惑の。明日のお仕事も明日しかないんやおやすみ、またね。バイ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 。